いよいよ今年の G1 も終わりが近づいてきました。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ、日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。2番人気はこの馬です。ファンの期待を背に優勝を狙います。メジロライアン。 G1 の大舞台、ファンはこの馬を1番人気に支持しました。グラントクロス。芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の好リードでいざ G1 制覇へ。レッツゴーターキン。あまり人気はありませんが、上位にとって振り色の美しい前走の敗退、前走では惜しくも敗れサラブレッドらしい、人気はそこそこですが、人気はありません。また一頭影の実力馬、前走の敗走悠然としたその決め手勝負ならこの馬にもチャンスあり。自慢の末脚を見せるか。日本ピロブレイブ。一段と美しく見える人気上位馬を。さあ、いよいよファンファーレです。ファンに選ばれた優秀たちが暮れの中山競馬場に集結しました。勢いに乗る3歳馬が一気に駆け上がるのか、歴戦の小馬がその実力を見せつけるのか。日本競馬の総決算、有馬記念の発走です。さあ、最後は大外枠の名勝ミスト。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグラントクロス、大優作。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくグラントクロス行きました。続いて前へ行くのはメジロライアン、さらにはイソノルーブル、13番、オサイチジョージ。その後ろ、なんと花を切ったのはメジロライアン。これは予想外の逃げです。少し離れてデンマエンプレス続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。名勝ミスト上がっていきました。そして大きく離れて大優作、この位置です。すぐ隣に成田力、ミスターシクレノン。すぐ後ろ、青の帽子、ナイス姉ちゃん。その後ろ、その外からセシルペイシャ。この位置に日本ピロブレイブ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。内からレッツゴーターキー、並んで4番桜山東。その後ろにイーデセゾン、しんがりからヤマニンエミネンス。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。では前の方から見てみましょう。一気に先頭に立ちました。6番イソノルーブル、メジロライアン。前走から久々の競馬となりますが、どうでしょうか。その後ろに名勝ミスト、1番人気のグラントクロス、現在先団です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭はメジロライアン、外を通ってイソノルーブル、さらに外から名勝ミスト、グラントクロス。これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。名勝ミスト、このまま行けるでしょうか。内からはメジロライアン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を入れ替わってグラントクロス、差はほとんどありません。200を切ったグラントクロス、完全に独走。残り 100m、 差が開いていきます。グラントクロス先頭だ。グラントクロス1着、2着はヤマニンエミネンス。1番人気に応える走り。Thank you.